はい。皆さん、こんにちは。エゼッコです。それでは今回なんですけども、キャッシュカードの還元率が1%から0.2%還元へ、2月10日以降の変更点や今後の取り組み方について解説ということで、本日はビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュカードについての情報ですね。この動画ではキャッシュに関する大幅な変更が発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、本日ですね、キャッシュからいくつかの情報というものが発表されました。入金機能のサービス使用及び決済時、ポイント還元率の一部変更についてということで、公式ページを見ながらですね、見ていきましょう。今回大きくですね、1、2、3、4つのものがですね、発表されまして、まず一つ目なんですけども、こちら2月の4日からなんですが、 銀行口座からの指定日自動入金をスタートということなんですけども、内容の通りなんですが、2021年2月4日木曜日より、毎月指定日に指定金額を銀行口座から自動入金するようになりますということで、手数料は無料ということですね。毎月の給料日などに、その月に使う金額をまとめて入金することで、カテゴリーでお買い物の傾向をリアルタイムに確認しながら使いすぎることなく、 残高の範囲で計画的に質を行うことができますということですので、まあこれを見た感じはもうここにも出てる通り使いすぎることなくということで、まあ大体カード類とか利用してたりするとなかなかね、金銭感覚狂うっていうことがあるかもしれないんですけども、こういった機能が追加されることで決まった分だけ使うことができるっていうね、機能としたら結構便利そうですよね。次二つ目こちら2月4日からなんですけども、登録カードを使った指定金額入金機能の廃止ということなんですけども、これはね、少し前のキャッシュの動画とかでもお伝えしたんですが、 が、これが今回2021年2月4日木曜日よりスタートするということが決まりました。まあ、ちなみにこの指定金額入金というのはどういうことかというと、ここにも出てる通り、登録カード、いわゆるそのクレジットカードとかデビットカードとかですね、そこから入金する機能を廃止ということになります。ですけども、これまでそのリンクして決済されてた方ですね、カードリンク機能は引き続きご利用いただけますということになりますんで、キャッシュとクレジットカードについては紐付けすることはできるんですが、 自分でいくらいくら入金したいっていう機能がなくなるということになるんで、そこは気をつけてください。で、決まった金額、この指定金額の入金を行いたい場合に関しては、銀行口座であったりとか、セブン銀行 ATM、コンビニ銀行 ATM、ネットバンキングページを使ったら、この指定金額の入金ができるということになります。 ま、なんちゃかんちゃね、この指定金額入金って便利だったんですよね。それがなくなるのはちょっと寂しいですよね。そして三つ目は、ゆうちょ銀行と接続再開及び、スミシン、SBI、ネット銀行との接続開始ということですので、まあ、これはね、普段からこれらを使っている方からすると、まあ、便利良くなったのかなと。 で、今回の本題はここですよ。<laughs> 若干ちょっとムキになってますけど、2月10日決済時のポイント還元率一部変更ということでね、もう今日僕もちょっと仕事中で全然ツイッター見れてなかったんですけども、先ほどこの動画作る前にパパッと見たらもうこの話題ですごい盛り上がってましたね。なんとも言えない気分になりましたけども、2021年2月10日水曜日に実施する 弊社のシステムアップデート以降、決済金額に応じて付与されるポイントの還元率及び上限を以下の通りに変更いたします。ということで、今こちらの図が出てるんですけども、今回ちょっと僕の方で簡単にまとめてみました。 ま、今回その変更点についてはご覧の通りとなっております。まあ、パッと見た感じね。まあ、どういったことなのかというところで、一部だけピックアップしてみたいと思います。ピックアップする部分、ここですね。キャッシュカードのところなんですけども、まあ、こちらのカードですね。結構持ってる方多いのかなと思います。発行手数料900円かかるんですけども1、1%還元というね、魅力的なビザプリペイドカードということで、 愛用してる方多いと思うんですけども、それが今回、ま、アップデート前が今なんですが、それぞれ1%還元なんですけども、アップデート後に関しては、なんと1%還元と0.2%還元ということになります。もうね、見た感じ、もうこの時点で、うわってなりますよね。で、この上と下の違いってどういうことなのかっていうふうに見ていただきたいんですが、それがここですね。決済送金出金に利用できる残高と、決済のみに利用できる残高ということで分かれます。 ちょっとここも少し奥に入りたいと思います。この2種類っていうのがそれぞれ分かれてるんですけども、アカウントにおける残高は以下の通り入金方法によって、決済や送金、出金にご利用できる残高と、決済のみご利用できる残高に分かれますということで、どんな風に分かれるのかっていうところなんですが、まずここですね、決済や送金、出金にご利用できる残高ということなんですが、それが今こちらですね、銀行口座であったり、ページであったり、コンビニとかセブン銀行 ATM から入金をした場合、決済、送金、出金にできる残高として、 扱われますそれが先ほどお伝えした、この赤枠の部分ですね。まあもっと噛み砕いて見てみたら分かりやすいと思うんですけども、今お伝えした銀行口座ページ、コンビニ、セブン銀行 ATM、そこからキャッシュにチャージをした場合、その場合はですね、キャッシュカードの還元率として1%の還元率となります。なので、キャッシュカードの付与上限が1200ポイントまでなので、12万円を利用したら、この上限に到達するということになります。 なので基本的には自分が持ってるもう現金をそのままキャッシュにチャージをした場合という感じで捉えてください。で、続きましてこちらですね。もうあまりお伝えするだけで気が抜けそうなんですけども、決済のみにご利用できる残高というとこなんですが、それがこの下の部分に該当します。クレジットカード、デビットカード、キャッシュのポイント、他サービスの売上金やポイント、アカウント移行時の繰越し残高ということで、まあこれらに該当する中でほとんど利用されている方は、 上の部分のクレジットカードとかデビットカードから入金される方が多いのかなと思います。これが決済のみのご利用できる残高ということに該当するんですが、それがこの赤枠の下の部分ですね。決済のみに利用できる残高ということで、まあもっと噛み砕いて見てみたいと思うんですけども、これまでほとんどの方は、まあクレジットカードとキャッシュカードを紐付けて使っている方が、まあ結構いらっしゃるのかなというふうに思いまして、 まあその際の還元率がそれぞれ1%還元ということで100円で1ポイントキャッシュのポイントも貯まりますクレジットカードはとりあえず1%還元として例に出してますなので実際に決済した場合実質2%還元ということでそれぞれのクレジットカードの恩恵とキャッシュカードの恩恵を受けることができますで現在はキャッシュカードの付与上限が500ポイントということなのでとりあえず5万円利用したらキャッシュの上限に到達するということになりますまあねここが5万円になったこともかなり話題になったんですけどもとりあえず現時点では5万円を利用したら5 100ポイントに到達すると そしてですね、お待たせしました。2月10日以降なんですけども、どんな還元率になるのか。同じように、クレジットカードとキャッシュカードを例に出してみたいと思うんですが、1%還元プラス、なんとキャッシュの還元率がなんと0.2%還元に変わります。しかもですね、これが500円で1ポイントということになりますんで、それ以下の金額で決済した場合はなんとポイントがたまらないんですよ。なので、普通に計算したら実質1.2%還元でお買い物ができるということになります。まあもちろんね、 ポイントがつくつかないというかもちろんついた方がいいんですけども500円で1ポイントって結構脅威ですよねある意味でギャッシュカードの付与上限が100ポイントまでなのでまあ、とりあえず5万円を利用したら100ポイントに到達するということになりますまあもう正直僕はもう今こんな感じの顔をしながら動画を撮ってますねまあ、いつかこういったことが起きるだろうなという若干の予測はついてたとこではあるんですけども還元率がこんなに下がるかっていうふうに思ったのでまあ、発表があった時は素直にびっくりしましたね で、まあ、今お伝えした中を踏まえて、まあ、今後の取り組み方なんですけども、で、ここまでお伝えした中で、まあ、今後のその取り組み方なんですけども、大きく二つお伝えします。まず一つ目は、とりあえずアップデートされるまでに、2月9日までにキャッシュを利用するということですね。まあ、そこまでの間に、とりあえずその5万円ぐらいですかね、利用する予定のある方はとりあえず使って、それ以降、先ほどお伝えした還元率に変わるので、もし何かお買い物する予定のある方とかいらっしゃったら、とりあえずここまでに、 キャッシュを利用することをお勧めします。もちろん無理して使わなくても結構です。え、次二つ目、別プリペイドカード検討ということで、もちろんね、キャッシュカードこれまで通りチャージをして使っても全然 OK なんですけども、同じような感じで還元を受けたいということであれば、まあ、別のプリペイドカードを検討してもいいのかなというふうに思います。まあ、もちろんね、たくさんいろんなプリペイドカードあるんですけども、下の例として出させていただいているプリペイドカードとして、AU ペプリペイドカードであったりとか、うん ?AU ペプリペイドカードとか D カードプリペイドカードであったりとか、 これらの還元率が0.5%還元ということになりますんで、ちょっとキャッシュ使うのどうしようかなっていう風に迷っている方は、まあ、これらのカードを検討するのもいいのかなという風に思います。まあ、本日のツイッターを拝見する限りは、結構その a u p y プリペイドカードを利用することを検討される方も中にはいらっしゃるのかなという風にも思いました。っていうのも、a u p y プリペイドカードに関しては、例えばアメックスのカードであったりとか、エポスカードとか、そういったクレジットカードからチャージすることができるので、うつのクレジットカードの1%の恩恵プラス、a u p プリペイド カードの0.5%の恩恵もあったりするのでまあ、結構そういった方法でうまく連携して使うことができるようなことを結構おっしゃってましたねちょっと僕もですねここら辺の情報がまとまればまた改めて動画としてお伝えしようかなという風にも検討しておりますあ、そんなこんなで今回はキャッシュカードの還元率が1%から0.2%還元変わりますよということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ、先ほどねちょっと動画内でもお伝えしたようにこれまで通り銀行口座だったりとかセブン銀行 ATM から普通 に現金をチャージして利用される分に関してはとりあえず1%還元の普通のプリペイドカードとして1200ポイントまでの上限も受けることができますんで全部が全部悪くなったっていうわけではないのでそこはあまり勘違いしないようにですけどもプレジットカードとかデビットカードを紐付けて使われる方に関したら還元率が2月10日以降から変わりますんでまあ、そこは注意をした方がいいかなというふうに思います ま、今回のね、発表に関してはかなりびっくりしたとこではあるんですけども、もう僕自身もね、キャッシュを使ってもいい感じにお得にお買い物することができたんで、本当にお世話になりましたの一言につきますね。まあ、ぜひですね、今回のこの発表があったことについて、何か思うことがあればですね、ぜひともコメント書いていただければなと思います。今回発表があったページに関しては、下の概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。視聴どうもありがとうございました。